ハンガリー遊覧船沈没事故の発生から1週間が経過した4日午後、新たに20代韓国人男性の遺体が収容された。前日に韓国人行方不明物2人の遺体を発見したのに続き、3日から4日にかけて計3人の遺体を収容したことになる。その後、収容された遺体は事故当時、 沈没した遊覧船に乗船していた韓国人観光客と最終的に確認された。韓国政府が構成した政府総合迅速対応チームは、この日午後3時26分頃ドナウ川の事故現場から下流50キロの地点で、韓国の救助隊がヘリで捜索中、一人の遺体を発見した都市、 韓国ハンガリー合同艦式チームが遺体を確認した結果、20代の韓国人男性であることが分かったと発表した。